大春町は愛知県の西部に位置し、海部郡に属する町、名古屋西部に接する場所、尾張地方に含まれ、名古屋市中村区、中川区、天市と隣接している。名古屋市のベッドタウンの性格が強く、名古屋市への通勤、通学者も多くいる。鉄道こそ町内を通っていないが、名古屋市営バスと名鉄バスが多く乗り入れており、名駅や栄にも容易に行けるため、 住宅地開発、大規模マンション建設、インフラ整備が2000年頃から一気に進んでいる。面積は小さいが人口が3万人を超えており、人口密度は東海地方で名古屋市に次いで第2位である。西条小切戸川省内側にかかる新大状況、河川、編集主な川面積が小さいが人口は3万人を超えており、人口密度が高い。東海地方では、 名古屋市に次いで第2位の人口密度であり、全国の町村の中でも、福岡県か谷郡ぐんめ町、広島県秋郡府中町に次いで第3位の人口密度である。愛知県町長、編集歴代町長歴史的経緯から、旧天マ軍山町と名古屋市のどちらと合併するかが争点になっていた。2010年6月に町長に就任した岩本義弘は、 名古屋市との合併を掲げ、天市との合併を掲げた、当時の現職、小林隆氏と新人候補を破り当選した。しかし、町議会では、天市合併派が多数を占めており、町長選挙でも天市との合併を唱える候補が二人いた。ため票が割れ友もだ俺となったとはいえ、票数から見れば天市との合併を支持する者が多いと言って良い状態であった。 岩本はあくまで公約を優先し、2012年5月21日に名古屋市長の河村隆史と会談、名古屋市との合併に向けた協議会の設立を要請した。しかし、翌2013年6月13日に主教運転で出勤したことが問題視され、町長を辞任。8月に行われた町長選では、開府地域との連携強化などを掲げた。 元町議の村上正夫が当選している。本部交番本部消防署集配局主な郵便局2018年。現在、姉妹都市は存在しない。海外、編集フレンドシップ相手国2005年に開催された愛知万博では、維持市町村一国フレンドシップ事業の名のもと、愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をそれぞれフレンドシップ相手国として迎え入れた。 国内、編集提携都市主な商業施設電力、編集ガス、編集水道、編集電信、編集大春中学校大春、小学校町立町立大春本線料金所、大春北 IC 町内を通る鉄道はなく、名古屋市営バスと名鉄バスが唯一の公共交通機関となっている。最寄り駅は中村公園駅、地目寺駅、春田駅など、 名古屋市営地下鉄桜通線が中村区役所駅から大春町方面へ延伸する計画があるが、具体的な目途が立たない状況が続いている。路線バス高速道路、編集名古屋第二環状自動車道国道、編集県道、編集主要地報道一般県道名画人主な、城郭主な寺院主な神社。ありがとうございます。